モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。将軍様、彼女には感情がほとんどなく、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。だがその前にもう一つ、二人には来てほしい場所があるんだ。人の願いが一定の強さに達した時、神の視線がそのものに降り注ぐ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。おかしいな、心の中が空っぽで何か欠けているような。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。水に落ちたもののようにあがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。神である将軍様の目には、全ての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。ここからは私が約束を果たす番です。ご指導をお願いいたします。失礼。神里流倒滅。メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。準備が整い次第、花見坂へ向かってください。長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。自己紹介がまだやったな。祭りの開始や。うちは宵宮、よろしゅうな。火の用心。私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島の三五宮の下で抵抗組織を結成したのです。永遠の脅威となる全ての要素を排除する、それが将軍様の命令だ。天領奉行九条家の様子で幕府軍の大将。抵抗軍は仲間を売ってはならない。儀式。どうして天領奉行がそのようなことを。お待たせしました、私の副兵たち。あなたを心臓へとはめ込みましょう。